おはようございます。私は寝てないんですけども、またカフェラテをね、買いましてね、混ぜながら作るところお付き合いいただきます。そう、もう本当お腹空いて、そう、歌いたい歌がいっぱいできまして、昨日から。そう、それでね、それでもう何が言いたかったの。それでまあ練習したりもして、買い物もしなきゃいけない。それでまたファミマに来たんですけどね。それででもやっぱりね、歌を歌うにはちょっとお腹に何か入れないとな、お腹空いたな、カップラーメン食べたいと思って、そうファミマでね、博多のカップラーメンを手に取って持ってたんですよ。バーって見て、やっぱカップラーメンしようと思って、でね、なんかね、肉団子食べたくて、でもね、売ってない時間帯なのね、まだ。前にレジの並びにあるやつ、なんかね、ミートボールみたいなのとかね、売ってるんだけどね、シューマイでもいいんだけど、シューマイも売ってなくて、最近冷凍のしかなくて、冷凍のだと300円とか超えちゃうからね、やっぱり買えるんだけど高いなって思って買わないんですね、いつも。それでなんか焼き鳥とかもなんかなくて、あるんだけど、そのやっぱ300円以上しちゃうとなんかね、前のやつ買った方が絶対安いとか思っちゃうから、それが出るまで我慢しようかなと思ったんだけど、やっぱりなんか食べたいと思って、でもなんかね、カップラーメンにお肉とか突っ込まないと満足できないおばさんでそう、缶詰でもいいやと思ってね、焼き鳥の缶詰とか見たんだけどね、なんとなくっていう感じで、結局カップラーメン戻してね、はい、混ざりました、コーヒー混ざり、カフェラテ混ざりました、黒糖くんが。そう、ね、また山のようになってたの沈まなくて、それは後で見せますね、サムネにしようかな、これの。それでね、そうカフェラテ置いてカフェラテ買ったの、結局お弁当とかも見て、おいしそうおいしそうって思いながら、あ、でもね、その前に寄ったファミマでね、タバコ、必需品を買うために寄ったファミマで、また大きなウィンナーパン買っといたんです。それをね、フジパンって言うんだけどね、握りつぶして食べる食べるのが好き。乾杯。美味しいです。あ、ちょっと混ざってないかな。そう、とにかくそれでカップラーメン置いてカフェラテ買って出た。そう、このファミマ大きなウィンナーパンがなくて、買っといてよかったです。その手前じゃない、その前に寄ったところで、なんかね、カラオケ行く前とかね、よくね食べたりしましたね。カラオケ行くとき、唐揚げくんとか、食べたりしますね。焼き鳥か唐揚げくんみたいな。冬は肉まん潰して食べるの。セブンだと2個ぐらい買って、それがカラオケ行く前のなんか力の源
小腹を満たしていくみたいな。やっぱり 何も食べないとね、なんかね入れとかないとね。そんなわけでね、すいません、ちょっと喫煙させてくださいね。窓開けようかな。こっちを開ければいいかな。うるさくなっちゃうかな。またちょっと開ける。なんかね、走行音とか車のすると思いますけどね、すいませんね。まず閉め切ったままやっぱりね、せないんだよね。ね、そう、それでね、やっぱり話したいことあるからね。そう、昨日、そうね、昨日あれですね、やっぱりなんかね、自分だけでもこれ歌おうとかっていうのはあるんですけど、その人とその音楽が好き同士でつながった人とかね、涙とは、そうですね、ジュピターさん、冬香さん、キキちゃん、3人ぐらいがね、あとあの普通にあの大きいっていうか、あのね、ナミのニュースを流してくださる方がね、結構ね、私は好きでっていうか、あのいいねしてくれたり会話したりとかね、何かつながりを感じたりとかして、でその昨日はね、なんかね、ジュピターさんもなんか上げてくれてたんだけど、まずハニマゲさんが上げるんですね。今日はね、愛してマスカットの発売されたとかね、あの歩だったら歩の曲をね、発売日ですってよく言ってくれて、それを見たジュピターさんがライブ動画とかを上げてくれて、ナミが多いんですけどね。まあでもグローブとかいろんなジャンルが好きで、すごい話が合う人なんだけど、キキちゃんは安室ちゃんでも、なんかあの歩のね、あのジャケットのスクショとかね、いいねしてくれるからね、結構いろんな音楽好きなのかなって思いますね。ふっかさんはやっぱりナミなのかな。まあ、私はもう、私もジャンル幅広いです。はい、好きです。はい、失礼します。それで昨日、そうですね、レンたちがね、出発する前にあの愛してマスカットのキちゃんがあげてくれたのを見つけましてね、それね、私ロッテ好きなんでね、とロッテの話を交えて行ってらっしゃいも兼ねてね、兼ねてっていうかもうね、なんか贈呈式になりましたね。あれは以前あの元アゲハ君、現アサギ君のにね当てていた曲なので、それがレン君のものになったというわけですね。はい、どんどんそうなっていくと思います。はい、そういう人とのつながりでもたらされるなんかやる気っていうか、あ、歌いたいとかね、伝えたいとか渡したいとかね、そういうのもすごくね大事なことなんだなっていうのをまた昨日感じましたね。だから自分の中でちょっと終わらそうとか、終わらせた方がいいのかなとかって思っていたことをなんかね、それでもやっぱり、諦めてないんだけど、なんか人とつながることでまた背中を押されて、で相手もなんかちょっとね勇気を出してくれたりとかして、そう、まあね、仲間と一緒にだと思うんですけれど、すごくね
なんか久しぶりに行ってらっしゃいできてよかったなって思います。あそこ羽田行ったことなくて、私も空港はね、沖縄行く時とかありますけど、そのね、会場はなくて、羽田っていうことはやっぱ羽付きっていうかな、羽物っていうんじゃなくて、羽付きの曲がやっぱりいいのかなと思いますね。思ってちょっと練習っていうか、行きながら夜ね、さっきね、「こんばんは」で歌った曲をって言うのが結構前からあって、その曲っていうかな、その歌詞を、まあ歌詞も、結構切ないんですけど、まあ、今の気持ちというよりはそこにあった気持ちで、ね、送るよっていう、たどり着くような感じですかね。まあこれもそうですね。歌ったら贈呈式になります。なるのかな、どっちだったのかな。ダム友には残ってるんですけどね、どっちを思って歌ってたのか、ちょっと自分でもその時思い出せないかなって思います。まあそうですね。まあそれで送り出すって、そこから言いたかったことは、これ見ました、あれ。なんか拾ってくれたのかなってちょっと思ったりもしたんですけど、前に動画でね、ピンクなかったの寂しかったって言っちゃったやつと、あとね、そのね、マスカットの CM のやつの、その「愛してマスカット」のジャケット、私なんかね、その CM の下にあるやつ見た時にピンクのバラがあって、それ覚えてなくて、そうだったんだってちょっと驚いて、で変身した時はそれ下見えないようになってて、で上が、その CM の上が黄色いバラになってて、それはなんか覚えてたんですよ、そのジャケットだっていうのは。そう、ではなんか私の中でこう失声症の、何て言うのかな、シンボルとしてピンクと黄色っていうのが好きなところがあって、ピンクと青緑も黄緑とかもね、大好きなんですけど、その失声症の象徴として自分の中でピンクと黄色が好きっていうのがあるから、だからね、そういう気持ちもなんか愛してマスカットと一緒に拾ってくれたのかなっていう、すっごく嬉しかったんですよ。青緑とピンクが一緒で、すっごい幸せ、でもそのまま死んでもいいかなっていうぐらい、すっごい幸せな気持ちになりました。嬉しかったです。ありがとうございました。その前はちょっと結構強めの太陽起きたのでね 強めのオレンジとかね、刺すような青緑とか赤とかね、ちょっとびっくりした、何が入ってきた、カナブ、何、虫は苦手じゃないけど怖い、まあいっか、そのうち出ていくでしょう。それでね、どこまで話した、ちょっとびっくりしたんですけど、私眩しいの苦手だから、でもそれはなんかね、あれですね、示しなんでしょうね、いいと思います、ライバルがいることはいいと思います、励みにもなるのでね、強いなって思いましたね、でも。まあ、ただ私はね、縁が好きっていうことを
に自信を持ってほしいというか、なんかすごい安心しました。だから、うん、なんか気持ちが分かって、うん、安心しました。そしてすっごく嬉しかったです。ありがとうございました。それがなんか一番言いたかった。途中で動画切れたらごめんなさい。話したいこと話しちゃった。なんか大きい羽がついた虫が出ていかない。うん、そう、それでね、そうだから、そのなんだっけな、そう、あゆむ、そう、あゆむの、あゆむブルーバードとかね、結構鳥の歌詞だったりとか歌多いんでね。で、私がいつもハートと、ピンクのハートとね、鳥のマークをつけているので、そう、あゆむは鳥のところに歌いたいなとか置きたいなって思ってて、で、ナメはね、あの、Change my life があったら絶対に Maybe strike a slow G 裏のって、で、私も自分のことそう思うんですけど、猫、昨日もカズ君にね、なんでそんな猫みたいに可愛いのって、おばさんですよ、おばさんですけど、そうやって褒めてくれるのですごい嬉しくって、猫は嬉しいって言って、鳥も嬉しいです、はい。そうだから猫に設定分けた方がいいのかなって、そのレンたちがね、鳥っていうイメージだから、つい鳥に置いちゃうんですけどね、レンたちを応援するために歌うときは置いちゃうんですけど、それなんかやっぱりね、開けた方がいいのかなって。グローブはなぜか猫のところに置いちゃってますね。まあね、クマパワーのためっていうのもありますけども、なんかね、まあそういう感じで、あと何が言いたかったんだ。なんかね、朝方になると混んでくるね、コンビニもね、そうね。それではもうちょっと20分ぐらいまで喋ろうか。喋、ね、ることない。なんかね、お腹張ってきた逆に。カフェラテで大丈夫なんだろうかって思いながら、お腹張ってきて、この大きい何かは、虫、昆虫、何かは、じっとしてますね。いい子にしてます。はい、あ、それでもう一個言いたいのは、そう、そのハチ公さん家にね、まあ、セイさんって言った方がいいでしょうか。ハチ公っていうのもなんかあれだ。まあ、その人ん家にね、そうそう、歌をね、その前回言わなかったんだけど、歌をね、練習したいんですよね、そこで。あれ、よく覚えてるのは、その2015年とかの時は、そこで、そうですね、家族は学校行ってたか、行ってる時か、寝てる時かわかんないけど、一人でよく、あの、キャッスルイミテーションとかね、茨の海とかをね、歌ってましたね。録音したりとかして、曲と一緒に歌ったりとかもしてましたね。うん、それをすごい覚えてますね。生きて、その部屋に行くと歌えるかもしれませんね、うん、っていうのもあるけど、やっぱりね、家族の前で大声でなかなか歌えない
のでね、夜はね、うん、音が入っちゃうとか、私が気になっちゃう、ね、周りも嫌だろうし、カズくんと2人しかいない昼間とかね、なら全然いいんですけどね、うん、だから思いっきりちょっと練習して、思いっきり練習するっていうことがあんまりできなくなったんですね、引っ越してから。だからね、うん、ちょっと練習したいなって。で、録音するにあたるとやっぱりね、グローブ以外結構難しいんでね、車内は、うん、外で歌ってみてもいいと思うんだけど、風の音とかねやっぱり入るんでね、だからそういう練習してもよろしいでしょうかっていう、聞きたかったです。嫌だったらやめとくけど、うん、でももう練習するつもりでいるんですね。そのやっぱり、まあ気持ちを何ももらわなくてもそうだし、もらってもそうだし、昨日バーってね、その愛してますかとからね、歩の歌につながりましてね、何曲も何曲もそうですね、これも歌いたいあれも歌いたいってなって、もう10曲11曲ぐらいそれがあってね、だからそういう気持ちになるっていうことがすごいなっていうか、生き生きしてくるっていうか、自分も歌いたいってなるし、なんか生きる意味にもなるし、愛を届けたいとかもなるし、すごくね、やりたいことが増えるんですね。そのね、人とつながったり、愛する人からね、人を応援したい時とか、大切な人もそうですけど、ね、もらったものに何を返そうとかね、やりたいことがいっぱい増えるんですね。それがすごく楽しいというか、もう心が、それでね、もちろんタイムアフタータイムもちゃんと覚えて歌うつもりではいるんですけども、うん、なんていうんですかね、その私結構、甘い歌っていうかね、その女の子らしい歌、あんまり昔から歌わないタイプで、本当に恋してたり愛してないと、そういうのなかなか歌いたくならないんですよ。だから歩のデイズなんて本当にそうかなって、でも本当にその気持ちがすごく自分の中にあって、うん、だからその気持ちがね、またなんていうの、時間が経つと落ち着いちゃう前にね、歌えたらなって思います。うん、あれも難しいんですけどね、私の声質的に。でも歌詞が本当に好きなんですよね、あれもの歌詞本当に優しいなって思うんですね。なんかね、そう思うだけ涙出てきちゃうんだけど、うん、だからね、ちゃんとね、クマパーにも歌いたいんですけど、まだだからね、その私が歌うことを通して、それはレンのためであっても、何かを感じたりとかね、私が生きてることを喜んでくれたら嬉しいなとは思いますけど、うん、でも必ず、忘れたことはないので二人とも、うん、だからね、待っててくださいっては言えないけど、まあ、なんて言うんですかね、
まあ温かい目で見守ってください。私も見守っています。それじゃあこの辺にしておきましょうか。今日もEnjoy today.